状況開始。東南アジアルート分割案ですか、ミス黒坂。はい、草案を提示させていただきましてですね、この度は私のような代理の来訪を深くお詫びしますとともに、案に歩み寄りのお答えをいただけるならば、ガビル通商の取締役をしておりますヒノキという者が改めてご挨拶に伺わせていただきます。ご存知の通り、私ども秘密的組織の面もございまして、このご無礼何卒ご理解いただければと。いいですよ、案を拝見させていただけますか。ミスターキャスパー、ありがとうございます。それでは書類がございますので少々お待ちくださいね。キャスパー、何ぼーっとしてるの。殺し屋だよ。 SR 班の襲撃だよ。おっとっと、度肝を抜かれちゃいましたよ。すごいハズだったな。ベルトの中に隠してたんだ。チェックミスだよ。日本刀、すみません。ペラペラに薄い日本刀ですよ。踏み抜き防止の鉄板残してブーツの裏そがれちゃった。 SR だね。他の敵は不明。人数不明。指示を。ホテルはまずい、ここから脱出する。敵は撃滅する。見つけ次第ぶち殺せ。警察も巻かなきゃならないし、めんどくさいな。道場、道場の当ては大外れだぞ。まあ、攻めはせん。僕も正直意表をつかれた。一つ下せんのは、奴ら我々の武力を知っているだろうに。舐めているのか、SR 班。南階段と北階段で攻撃。北階段の状況準備よし。戦いってのは厳しいもんだろう。うちの兵隊はな、場数が違うんだよ。いやね、何嬉しそうになってんのよ、キャスパー。はい、実際嬉しいですよ。彼らとの戦いは憧れでしたから。正確には彼らの先輩、すなわち SR 班とは、対戦後の東南アジア、ズボンに拳銃を突っ込んだ日本人貿易商、裏社会から世界を作った者どもの末裔です。僕の父も相当煮栄を飲まされたと聞きます。力比べしてみたいじゃないですか。でもこの程度じゃ肩透かしですね。ヒノキ一茶にはもう少し頑張っていただかないと。やはり、どうしてこんな風に育っちゃったんだか。昔は可愛かったのにね。おいおい、まだいるのかい。まあいい、殺せ殺せ。